ヤセル・アル・ハビブは、クウェート出身で、ロンドンに住むイスラーム教シーア派の聖職者。2004年のインターナショナル・レリジェス・フリーダム・レポートによると、ヤセル・アル・ハビブは2003年12月の、録音テープにおいて、イスラーム教スンナ派に批判的な言動を行っている。それを聞いたスンナ派に属する、過激派は、2004年にスンナ派のモスクの外でシーア派を、批判するビラを配るなど、 対立姿勢を強めている。緑、スンニ派、赤、シーア派イスラーム教は成立のかなり初期に指導者の正当性をめぐってシーア派とスンナ派に分裂している。シーア派は第四代正当カリフ、アリー・イブン・アビー・ターリブの息子を正当とする立場の宗派である。アリーは預言者、ムハンマドの娘婿であり、その息子は預言者の孫である。 それに対して、初代聖党カリフのアブーバクルや、第二代聖党カリフのウマルイブンハッターブは、預言者の血縁ではないことから、シーア派信者の中には、アブーバクルやウマルを、後継者へを散脱した人物であるとして批判する、人が存在する。シーア派はイランを中心に、盛んな宗派である。クウェートではスンナ派が主流であるが、人口の30%がシーア派である。アルハビブは、 アブーバクルとウマルイブンハッター部に批判的な立場を取っている。アルハビブはロンドンに新しく作られた本部の会所式において我々がアブーバクルとウマルに対して肯定的な態度をとることはないだろうと話しその理由についての講演も行っている。この講演はアルハビブの公式ウェブサイトで公開されている。2010年7月に亡くなったレバノンのシーア派の指導者 ムハンマド・フセイン・ファドララーについて、彼の協議や方法には間違っている点が多いと批判している。シーア派の聖職者で、コダム・アル・イコール・マフリーの指導者、ハッサン・シェーラがエジプト政府に逮捕された件について、ヤセルアルハビブは批判を行っている。アルハビブは2010年6月14日に、ロンドンに仮本部を構え、そこに拠点を移した。 インターナショナルレディジェスフリーダムレポート2004クエート外務省中東第二カクエート国外協2008年8月ザドロップシークアルホビブアットザオープニングセレモニーオブザニューヘッドクォーターズアーカイブド2010年9月17日アットザウェイバックマシンザドロップオフィスオブシークエールホビブインドンドンビデオユーチューブ、ハットザドロップオフィスオブシークエール ホビブインロンドン、シークアル、ある。ホビブヘイルズアワーグレートスコラーズリフュゼル2ペイトリビュート2フェイデラーラーアーカイブド2010年9月17日アットザウェイバックマシンザドロップシークある。ホビブアットザオープニングセレモニーオブザニューヘッドクォーターズアーカイブド2010年9月17日アットザウェイバックマシンありがとうございます